おはようございます。2022年9月13日火曜日の朝です。今日の体重は 65.20 でした。体脂肪率は 38.5% です。おはよう、ありがとう。今日の天気は曇りですね。でも風が全然ない、すごい静かな朝ですね。そして今日ですね、お昼から実家に行きます。で、午前中はお客さんが来ます。そんな感じでですね、ちょっといろいろ用意していこうと思います。今日の朝ごはんです。今日はパン、目玉焼き、昨日のバーベキューの残り、ベイクドポテトとベイクド人参、サラダはレタス、ブロッコリー、トマト、酢で食べます。今日はヨガの先生のあかねさんが半分お仕事半分遊びで来てくれましたで、なんかこうなんだっけ、名刺を作るんですって。それでちょっといろいろですね、うちなんかちょっとそういうの分かるんでやっておりますまたね、ありがとうございますそしてあかねさんがですね、たくさん美味しそうなお野菜をお土産で持ってきてくれました。美味しそう、美味しくいただきます。エリコロの動画、今1時です。これからですね、札幌の方に向かいたいと思います。セイコーマート寄ります。今日のお昼ご飯です。今日はセイコーマートでおにぎりベーコンおかがにしました。食べます。札幌のハッサムっていう場所にあるイオンに寄りたいと思います。札幌暑いですね。結構すごい、天気もそんなに良くないんですけど、蒸し暑いです。お金が終わりました。なんかですね、明日ちょっとお盆にお墓参り行けなかったのでですね、お彼岸よりもちょっとまだ早いんですけど、ちょっとお参り行こうと思ってですね、なんかお菓子とかお供えですね、買ってきました。じゃあこのまま実家の方に向かいたいと思います。実家暑いた、暑い、蒸してますね。まず中入ります。今日の夜ご飯です。今日はもやしと豚肉の重ね蒸し、ポン酢で食べます。あとはうちの母親が焼いた米粉パンも食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今はですね、実家にいてのんびり過ごしているところです。それでですね、今日は午前中にあかねさんって、私がですね、お寺ヨガでお世話になっているヨガインストラクターのあかね先生ですね、来ていただいて、なんか名刺を作るっていうことだったんですけども、私の旦那さんがですね、デザインとかやってるので、まあ、ウェブ制作、ホームページ制作とかもやってるし、そういったデザインとかもやったりするのでですね、お仕事のご依頼っていう感じで来ていただいて、なんとか言いながらですね、やっぱりちょっと女子同士が集まるとなんかどんどん脱線してですねいろいろお話しして楽しい、なんかちょっと女子会みたいな感じで楽しんじゃったのでですね、まあ、またでも機会があったら近いうちにですね、本当に女子会したいなと思うくらい楽しい時間だったのでですね、有意義に過ごせました。で、その後ですね、札幌の方に向かって、で、私お盆、今年ですね、お墓参り行けなかったんですよね。なので、お彼岸よりまだちょっと早いんですけども、このタイミングでちょっとお墓参りですね、行ってこようと思ってます。なので明日は朝からまたお出かけの予定となっておりますね。その後もちょっとお出かけしようかなって考えてるんですけども、そんな感じでですね、今日、明日、明後日かな、帰ろうかなって思っております。なので、もうちょっと札幌にいるのでですね、ちょっと実家で楽しんでいこうかなって思ってます。あ、しまった、窓開けっぱなしになった。ちょっと、ま、なんかすごい風が急に強くなってきちゃった、びっくりしたそんな感じで今日はくれくれにしておきたいと思います。あ、そうそう、だからダイエットっていう感じはできないかもしれないんですけども、今日は何も本当にできなかったんですけど、明日ですね、ちょっとお墓参りとか終わった後にですね、歩く
機会があると思うんですよね。なのでちょっとお散歩というかウォーキングみたいな感じでちょっといろいろ歩けたらいいなって思っております。はい、そんな感じでこれくらいにしておきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。またね。